那須野は、東日本旅客鉄道が、東北新幹線の東京駅那須塩原駅、郡山駅で運行している特別急行列車の愛称である。1995年12月1日に、東北新幹線の各駅停車タイプの列車である、青葉のうち、東京駅那須塩原駅間で運転されていた列車を分離し、近距離新幹線列車として、 運転を開始した。主な利用客は、東京駅、小山駅、宇都宮駅間の通勤・通学客及び、ビジネス客である。その後、東北新幹線の運行体系見直しなどにより、日中の一部列車の運行区間が、郡山駅まで延長され、現行の運行形態となっている。列車名は、目的地である、那須野が原日並なみ、史上初の大に読みを含む、 新幹線列車名であった。二階建て車両のみの編成で運行される場合は、マックスナスのと呼ばれていた。新幹線の列車名に採用される以前には、上野駅黒磯駅間を東北本線経由で運行する、準急列車として登場し、その後急行列車、新特急の名称としても使用されていた。東京駅ナス塩原駅、郡山駅間で、 平日16往復、土曜、休日14往復が運行される。これとは別に、小山駅東京駅の上り1本が毎日運行される。号数は251号から284号が与えられている。通常は、郡山駅以北では運行されていないが、2011年4月に福島駅まで臨時運行されたことがある。 車内販売は運行開始当初から、小山発の上り一本と夜間の一部列車、臨時列車を除いて営業していたが、主に担当していた、日本レストランエンタープライズの宇都宮営業支店が、廃止された2010年3月以降は、郡山駅発着列車のみの営業に縮小され、2015年3月14日で、全廃された。東京駅、上野駅、大宮駅、小山駅、 宇都宮駅、那須塩原駅から新白川駅、郡山駅、e 2系、e 3系、e 5系、e 6系が使用される。e 2系もしくは、e 5系単独の重量編成のほか、e 2系と e 3系 l 編成を並結した17両編成、e 5系と e 6系を並結した17両編成も、運行されている。市販されている時刻表では、 E6K が並結される。なすのに E6K の表記がある。H5K を除く東北新幹線大宮以北で営業運転を行う営業用新幹線車両全てが充当されている。通常、はやぶさ、小町及び山彦、翼で運用されている他社の前運用を中心とした運用が行われる。E5K で運転される列車は、 グランクラスの営業も実施されるが、1000人アテンダントによる、車内サービスはなく、早草、早さ、山彦より割安なグランクラス料金が設定される。かつては、e 1系、4 0 0系、2 0 0系、e 3系 r 編成、e 4系も使用されていた。平日の東京駅17時台以降に発車する、下り列車と9時台以前に、東京駅に到着する。 上り列車は普通車が全車自由席となる。土曜日、休日は小山駅始発の252号を除く全列車に普通車の指定席が設定されている。報道発表資料、ありがとうございます。